ついにこの時がやってまいりました。にわかワンピース王決定戦、よいしょー、やっていきたいと思います。お願いします。はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。ゲームです。なんと白露剣のハーフ&ハーフです作品違うよもうはい、というわけでワンピースがね、うん、僕大好きですと。で、まあ2人も読んでると。大好きですね。ね、で、まあ言うてね、僕まだまだですけども、うん、まあ2人がちょっと詳しいと、うん、で、2人が同じぐらいの詳しさなのほんとにもうので、大抵飲み行くともう、いや僕の方がワンピース詳しいいや俺だし、ワンピース詳しいニュ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 ってずっとそれをやるからもう決めようと、どっちがワンピース詳しいか。お互い3問ずつ問題を出し合います、うん、で、PK 方式でより多く答えられた方が勝ち、うん、で、ちなみにあの出題者が間違ってた場合は、うんうん、それはもうだからなしになるから。ノーポイント。あ、なしか。なしになっちゃうそういうことね。あ、で、逆に合ってたらもうポイント入る。あ、そういうことね。なるほど、うん、はい、行きましょう。はい、はい、じゃあ僕から行きます。じゃあ先行 K さんから行くよ。はい、ください。では第1問どうぞ。クロコダイルをルフィが倒しましたね。そん時何の技で倒しましたか。お、これはいけんじゃない。じゃあいきますね。はい、じゃ答えどうぞ。はい、ゴムゴムの。お、合ってますか。いやいや、それ聞くんじゃねえ聞くんじゃねえここまで合ってますか制度ないんでストーム。おお、あ、マジ気持ちいいあれいや、でも固まってんじゃねえ。怖い。これもう正解ですね。よかった。そう、本当に自信なかった。いきますよ、高校。高校。シーザーの笑い方は、シュロロロロロですが、ですが来た、いきなり。エネルの笑い方は何でしょう。おぉ、これはいい問題なんじゃないですか。いい問題出したね自分が知ってる中での一番難しい問題出してるでは、ケイさん、回答をどうぞ。わぁはははは、違います。おぉはははは、決まったー、ナイス問題。これは決まりました。正解はちなみに、いや正解でーす。いやさあ、じゃあ2回表いきましょうか。一番知ってる難しい単語で問題作ればいい。テラフォーマーズでもいいですよ。ダメだよダメです、全然趣旨変わってるいきます。はい、じゃあ K さん問題どうぞ。スター3にでっかいキャンドル作ったところがあります、はい、はいはいはい、あります、はい、あそこで固められちゃった3人。おお、いい問題。うわー難しい。答えてください。おお、いいんじゃないですか。できますよ。はい、ルフィ。それだ、言うわけねえと思う、はい、一回一回俺に合ってますから。あーと二人なんだよな。ナミ。うん、ブルックではないのは分かるんです。ブルックではないのは分かる。分かるでしょうね、そこは。フランキーでもないのも分かるんです。ウソップ。さあ、答えは違います。おー、 もうダメだ。答えは、ゾロ。あれ、ナミ、ビビ。正解。おー、これはいい。イエーイ嬉しそう。これいつもこれもう飲み会でやるの。嘘。一緒に酒飲んでた。イエーイ、よっしゃあいつの笑い方なんだっけ。笑い方攻めでいく。しまた。いや息詰まるほどこれあっとかなってた今あこそんなにガチなんですか。じゃあいきます。いいですか。シャボンディ諸島でレイリーのいる酒場は何番グローブでしょう。おお、めちゃくちゃ難しい。もう分かんねえ。めちゃくちゃ難しい。はい、いきます。はい、答えどうぞ。13。答えは違います。おお、正解は多分52。いやいやいや、おめえも違うやん。くそ、お前も違うやん。くそ、これ確か16番グローブだと思う。ああ、惜しい。ケイさんの方が惜しかった。ちょっと一応確認します。僕もここは数字系なんでちょっと確認します。お前全然間違ってんじゃねえか。待って、13。やーい
逆に待って、俺がヤバい。ケイさんそれ何勘で言ったら今何でかしないけど13覚えたの。すげえ、すごい。でも何かは知らない。俺が監視しちゃった。あれギャッチャインするここ。やったー。いや、2番も2点決めだからね。よし、ちょっと真剣に考えよう。いや今のはすごいいいもん。今のは俺も答えられなかった。もうびっくりしちゃった。いや自分答えられてないね。答えられてるんで。いくよ。はい、ください。ルフィがギアセカンドを初めて使った時はいつでしょう。ピコン。ブルーの線。どうですか。正解です。しゃ、急に簡単になったな、お前。急に簡単になったな。知らないかなと思って。今同点だよね、今。で、ケイさんが決めたらケイさんの勝ちです。了解です。さよなら勝ちになる。よし、いいよ。じゃあ、はい、映画。映画、映画変できた。ストロングワールドから出題させていただきます。はい。式には、うん、頭に複数のシミがありますが、うん、笑い方は何でしょう。いや、シミ関係ないんかい。シミ関係ない。笑い方、また笑い方攻めでやっぱ笑い方フェチなんで。もうわかんない、もう。はい、じゃあ答えどうぞ。シシシシ。違います。お、答えはジハッ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 。おー、正解。ジハッ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 。おー、難しいよ、笑い方ばっかり。というわけで、この勝負ドロー。よーし、僅差だったと。あ、でも俺の方が勝ってたよな。チカノの差が僅差だった。俺の方が勝ってた。認めないんで、絶対その勝ってない。いや、でも多分僕の方がこのままやったら勝ってた。いやいやいや、いや、絶対俺の方が勝ってた。あ、やばい、また取りますもん、動画。はい、そんな感じでお世話した。今日も見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。明日も楽しもう。またね。